サラク、学名、シラカゾラカ、インドネシア語、マレーシア語、サリックは、ヤシの一種で、ヤシカサラカヤシ族に属する。和名はサラカヤシ、またはサラクヤシといい、サラ、サラックとも翻訳される。シノニムは、エスエデュレス、または、キャラマスゾラカ。インドネシアとマレーシアに自生する。ヤシの仲間としては大変形が短いが、は6メートルに達する。 長さ1 5トルに達する棘のある2メートルの傭兵と多数の小鳩からなる。果実は葉の付け根に房となって実る。実がスネークフルーツとも呼ばれるのは実の皮が赤褐色で臨場になっているからである。花皮も鋭い刺しに覆われている。大きさと輪郭だけは熟した一軸の実と似ている。果肉は食用。実の先をつまんで引きちぎるようにすると パリッと皮が外れるようにしてむける。中身は白く、三つくらいの大小の房に分かれていて、大きな棒の中には、種が入っている。種は食べられない。油っぽいような独特の匂いがあり、味は普通甘く、酸味と共に多少渋みがある。りんごのような歯ごたえだが、品種によって歯触りが異なり、乾いて脆いものから水分が多くて、ポリポリしたものまで多様である。 現地では生食の他に砂糖煮などに加工されている。ありがとうございます。